皆様こんにちは JSEME2024 にご参加いただき誠にありがとうございますこれより特別講演会を始めさせていただきます本日司会を務めさせていただく年次大会実行委員長の松下と申しますよろしくお願いしますそれではまずお一人目のご講演者日垣幸人様のご紹介をさせていただきます 日垣幸人様は平成60年に今治造船株式会社に入社され、平成17年に代表取締役社長にご就任されています。本日のご講演のタイトルは、日本造船業の現状と今治造船の挑戦です。それでは皆様どうぞ、日垣様のご登壇を拍手でお出迎えください。 えーどうも皆さん初めままましししてて今治造船の社長をしてますすと申します、えー、愛媛大学でここでえ日本学会機械学会をされるということで,です、ね、あの愛媛にゆかりのある企業ということでこういうことに場を設けさせてもらいますが非常に光栄と思っておりますが何せ造船業ということを皆さん説明するのはなかなか難しいと思いますが、まあ、できるだけえ簡単に説明できればと思いますがまだ何か質問がありましたら後ほど言っていただければと思います。 え先ほどご紹介ありましたように私は1985年からえ39年間この業界に入って叔父が病気で亡くなったものですから急遽43歳で社長して今19年間え社長しておりますが。 まあ、あのいろんな意味で、えーまあ、私ども企業としては M&M、まあ、しながらです、ねえー、19年間で売上3.5倍にして、まあ、世界シェアは今6%から7%ということでございますが、まあ、昨今いろいろ新聞出てますように中国とか韓国という国がサポートを得た造船業界でらい気味でございますが。 ただ、えー、またチャンスがあるのかなというゲームチェンジというのは、脱炭素に向かった技術をですね、世界標準を作ればですね、えー、まだ次の、えー、技術ではまだまだ、えー、逆転するチャンスがあるかなと思っておりますが、まあ、そういうことを夢見てです造、ね、船、まあ、も少しせもし白いなというのを感じていただければと思っておりますので、えー、私は、えー、そうですね、えー、このちょうど見えるのが愛媛県にある伊予西条にある工場でございます。えー、95年にですね、えー この長さ5 1 5ルのブロックといいますこれ船というのはこういうのレゴのブロックのようにですねブロックという四角い塊をですね積み上げていって船を作っていく工法というのはこれがアメリカで生まれたブロック建造工法ということで。 第二次世界大戦はもろの見事にやられましたけども生産能力というのは鉄板一枚一枚をですね作っていくとか材木を集めていくという風な鉄板一枚一枚の工法と比べてアメリカはブロック工法しかも溶接でやってくるというそういう意味では生産性が圧倒的に違ったということがあれですけど今我々が今世界一になって今。 世界3番目落ちてますけどもそれでも日本の造船技術というのはまだまだ捨てたもんじゃないということでこの工場は95年にできまして2000年にこのドックを掘りました当時98年にアジア通貨機でですね全ての世界不況が落ちた時に、まあ、建設段が一番安い時に着工して98年着工して2000年にできたということで。 2000年にこの工場の現場の代表ということで責任者になっ,たとたんなっ,て,なってしまったということですけども、まあ、この工場の成長がですね売り上げともにまたこれちょうどこの乗ってる船がですね昨年作った船ですけどもこれが世界最大のコンテナ船で2万4000個運ぶ船です。 世界最大級で今、世界でもまだ30隻ぐらいしか出てないんですけれども、その船の6隻を私どもが保有して、えー、これが日本郵船さん、大阪商船三井さん、川崎船さん、3社が合併した ONE という新あのコンテナ会社に、えー、これを要請に出しているということで、この船がちょうど最上工場と、えー、香川県丸亀工場で、えー、4隻。 あと JMU、うちの資本提携している先の呉の工場、当時そこが戦艦ヤマト作ったドックですけど、そこで2隻ということで、計6隻を作りまして、世界最大級のコンテナ船を日本で作ったということで、昨年の尻尾・オブ・ザ・イヤーに、いわゆる車でいうとカー・オブ・ザ・イヤーですね、それに輝いた船でございますあ。次、どうぞ。 えー、それでは自己紹介、えーまあ、こういう、えー、5つの分野にわたって、項目にわたって説明したいと思います。えー、じゃあ次、えー、自己紹介、先ほどさせてもらったように、85年からして2000年、2000年に今の最上工場の担当になったんですけど、まあ、営業本部長も両方兼ねてやりましたけれども、そこから5年からずっとしております。 今は、えー、あ、今岡田さんのおられるところの夢スポーツの社外役員もさせてもらってます。<laughs> 次。あ、じゃ、開示産業というものをですね、あの、どういったものかと、あ、ちょっと前のページを。 海事というのはやはりあの日本の物流の90あ99%は貿易は船で運んでいるということでそれに携わる産業を総称して海事産業といいまして今治が海事都市なぜ言われるようになったか,かこれから説明したいと思っております世界のこの貿易の99%ですけど本当に鉄鉱石もう全てのエネルギーをほぼ 100%近いものを日本は輸入に頼っているということで、まあ、医療にしてもそうでありますして食料も自給率が本当に40%とかです、ね、非常に少ないと言われては思いますがそういうものをほぼこういういわゆる体操カーゴを言うんですけどもそういうのを船で運んでおります。 えー、これがですね、造、あ、船、のー、というのを、まあ、一つの成長産業と申し上げたいここで目立つように、えー、1985年、私が入った頃から、ですねこれだけの、えー、海上輸送量、輸送量というのは1トンのものを1キロ運ぶ量とかですね、そういう、えー、トンかけることの距離で、面積で表したものを、ですねこれ、伸びがこういうふうに出ております。2000年になると、これ、中国の景気があって、一挙にここまで。 何回もこうどっちかいうとこれぐらいの伸びが一挙にここから伸びてきたというのが中国のおかげでさまで伸びてきたということでまあ今このような状況でしてますがまだ海上輸送量を大変なえ当時に比べますと3000えこれを30億トンですかそれ,がそれが今120億トンになっているということですから4倍になっているということですね、まあ、それに対して船の方も距離が伸びるということでこのように。 えー、これは船の潜伏量我々船の数と、まあ、容積で計算するんですけどもこれだけの大きさになっているという、えー、これでいくと23億10両トンという、まあ、船の専門用があるんですなっておりますその中におきまして今、えー、いろんな意味で船の業界の方またーマーケットがありましてですねあの、まあ、いろんなコンサルタントもしの中において今我々に今いるうちがですねあの 1>, 1億トンというのをこれ,これ単位は億トンでいいよね2011年が最高水準を作ったこれが2010まあ単純に言いますそうですね日本が1985年頃はですね世界の半分ぐらいを作ってましたそれが2000年にここで伸びてきたのはこれは1990年代に韓国の造船業がどん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 設備通してです、ね、大きくなって 2000年に韓国に日本はついに抜かれてしまったということで,で次は中国が国林国造と言いまして中国が景気によってこうやって船は伸び,伸びてきたんですけども中国のでし世界の工場と言われた中国はですね全ての材料また製品を運ぶ荷物がほぼ中国が世界の権威役ということで伸びてきたんですけども彼らが政治的に国林国造と言って中国を出し入れする荷物は 中国の船で運ぶんだと、またそういう船を作れということで,です、ね、国の補助を受けてです、ね、ついに2011年にこのように1億トンになりましたが、ついに中国がこの時に世界一になったという、いわゆる今、世界の35%は、えー、中国、あ今50%になっています、世界シェア50%、この時点で中国を抜いて35%、ね、35%、35 30%ということで、韓国に。 中国韓国が35%で、日本が30%までなりました。逆転されました。で現在、えー、中国は50%、韓国が35%、日本が15%ぐらいになっております。ただ、その今後、夢があるというのはここにある2024年、6000万トンぐらいしか今、作っておりません。これが 脱炭素に向かって新燃料にたる需要とですねちょうどこの2011年船の耐用年数は約経済耐用年数は15年と言われてますのでこの2011年頃に大量建造した船が15年経つと2026年にその山がやってきますリプレイスの山というんですが買い替え需要ですねそれと脱炭素の技術が上がってくると2030年でもう一度1億トンの波がずっと続くというこれは 理論値でありますけれども、実際、あの2050年までにですねカーボンニュートラル、船の方もカーボンニュートラルをすべてやらないといけない、脱炭素でですね排出量ゼロと、実質排出量ゼロということに持っていくためには、ですねこれだけの,あのいわゆる船がいるということですので、これは理論値でいけばここまで続くと。 言われてますですから2050年をゴールとがもし伸びればです、ね、この山が低くなるかもしれませんけれども2050年世界中はコミットしておりますのでそのコミットでいくとこれだけの需要が今6000万とか1億とになるということでこの,この上昇する需要をです、ね、中国が取るか韓国が取るかということをやっておりますけれどもただこの中にあるのは新規技術というのがです、ね、かなりのシェアを占めております。 それがいわゆる在来線がですねそちらに変わる需要がですね果たして、えー、中国、韓国でやるかその技術が確立できるかどうかというのが今、えー、課題になっております。これはあ先ほどちょっと説明しましたように、えー、日本のシェアが昔は4、5割あったんですけれども韓国、中国によってですねこのように、えー、日本が今、これ緑色ですか。 緑色になっておりますがこれが、えー、韓国それから出てきたこれ中国がこれだけの、えー、ウエートを建造量を今占めるようになってきておりますが今後においてはですねあまあこれだけのキャパシティを持っているというのが日本は私どもの方もそうですけど今ちょうど7昔100隻作ったんですけども今70隻に落ちていますけどもこれは今人手不足でですねなかなかいないとところが中国はあの 今、建設関係がまあ不況で止まっているので、その建設関係の人がですね造船に流れ込んできて、彼らは設備をフルカードに持ってこれるという、ただ、われわれは今、フルカードに持ってこれない,というのが現状がちょっとあるので,で、この差はついてますが、設備的にはわれわれもまだまだ2割、3割上げることは持ってますが、一番は人手不足というのを、これから DX でやるのか、そういう技術で GX を狙うかもしれませんけれども。 DX もして生産性を上げていかないとですねまだまだ我々、設備的には能力を持ってますけれどもフルに稼働する状態ではないというのが現状だということです。単純、えー、に言うと海事産業どんな業界なんだと言いますと今、我々、ここに造船所を言います。 今日も何人か出られておりますけどこの中にエンジンとかです、ね、ポンプとかプロペラを作るメーカーさんがおられますそれが白用機器メーカーさんといます当然ここはあの日本製鉄とか JFE スチールさんとか神戸製鋼さんとか鋼材メーカーがおられてそういう材料,が材料と素材と機械を我々の同士で納入していただいてそれをアッセンブリー組み立てしてそれを船を持つ方を船のある主と書いてい船主さんと言いまして。 この方が保有して、また船員さんもここで段取りされて、そこから、そのためには船員さんのためには融資される銀行さん、保険会社さんもおられます、そこから日本郵船さんとかオペレーターさんに持っていくために、船を運航するのがこの日本郵船さん、小船船、川崎船さん、当然海外ではマースクラインとかコンテナ会社もありますけど、そういうところに出されるという。その つなぎやくするために商社の方を大手商社の方が船舶部船舶海洋部というのがありまして、まあ、今モビリティ部とかいうふうに名前もいろいろ変えながらもですねいろいろお世話になっておりましてそのお世話によって海外ともやられるし当然日本のキャリアともお付き合いさせてもらっておりますでその荷物がこの面白いことにこの,このような鉱材この鉄板を作る鉄鋼先ほど言いましたように鉄鋼石炭原料炭といってですねそちらでつ作る材料も 素材も我々船で運ばせてもらうそういう船も作らせてもらいますしまた、えー、鉄鋼製品もです、ね、この船で運んだりしますそういう意味ではあのこのバリューチェーンがです、ね、ここで仕上がっているです。から ある意味では、あの工材メーカがとっても我々はお客さんでもあるしなおかつ仕入れ先でもあるということであのそういう密な関係で,で,す、ね、あのでやらせてもらってるということで、まあ、どっちかというと B2C で B2B ばっかりしてますのであまりご存じないと思いますが我々の周りにはこういうふうな一流会社の会社がいっぱい立わっていただいているというのがその開示産業として日本は。 一気通貫できる産業をもっているのに歴史がある業界だけに日本だけがこれだけの一気通貫でこれだけのものがメンバーが揃っているというのは日本の今強みとしてなっております。えー、それでその開示産業の最たるものがこの今治においてはですねえ今私どもを含めまして14の造船が集積していてえ建造の日本での建造シェアが18%また えー、今晴れにその関連した白用メーカーさん、今、機械を作る会社とか、でん伝送する会社とか、あのボイラーを作るメーカーさん、今、ビオーラーボイラーさんも来られてますけれども、そういうふうなことで、そういう方たちが皆さん、この今晴れにおられるということで、ですねそういう白用機器メーカーさんも160社あるという、でまた、あ船の、今のさっきの船の生産も、内航海の190社。 外交会員団70社ということで特に、えー、外交船でいえば日本郵船さん大阪商船三井さんが船を使うということで実質船を持ったのはこの今治地域の船のオーナーさんが日本の潜伏量の30%約1100隻を保有しているということでその中の一社で、ね、私も今のコンテナ船6隻持ったりしておりますけれどもそれだけのシェアを持っているということになっております。だから今治が 今治日本最大の開示として言われて世界でも類を見ない造船所を絡めた開示としているのは今治だけです世界ではないですそれとあの今治のみならずですねすべて我々こう船のメーカーポンプメーカーこうプロペラエンジン主機関エンジンですよね でこれがあの電気を作るエンジン発電機エンジンというんですけどそういうものも全てこの瀬戸内海を面した工場にあると先ほどの船がむちゃくちゃ大きいのでですねの海上で運ぶしかないんですねあのトラックで運ぶ荷物というのは限られておりましてどっちかというと大型機械もボイラーも含めてですね、まあ、ボイラーはあのトラックで運べますけどもまあ このの機械とか機械とかかエンジンジそういういものをですねやはりやはり主に半分以上はですねこの海で運ぶという瀬戸内海というのはあの船の中に荷物を積むとこうチカバー開けてどんどんするの大変なんですけどもこの平らなバージュと言いまして大船といいでその上ぽコんと置いてでいろんな海を運んでくるでタグボートで引っ張るということはそれは瀬戸内海だけはそういう物流があるということで私どもは。 この瀬戸内海に全てのメーカーさん揃って国内調達率95%ですから輸入品をほぼ使わないでですねあの95%はこの瀬戸内海の白用メーカーさんから調達してですねしかもジャストインタイムで入れていただくということであの狭い土地でも造船業がやっていけるというのはこの日本のこういう白用メーカーさんのおかげで今ジャストインタイムどっかの会社の業界会社によく言われるジャストインタイムで入れていただいているというのが我々の強みです。 あると思っていますえさて今治造船のご紹介させていただきます、えー、私どもは曹、えー、祖,祖父が木造船の船大工ですね昔は木の船を作ってましたんで船船船の大工さんで船大工という意味での造船業を木造船の造船業が始まる1901年ということでそこから、えー、1956年に初めて 鉄の船を作り出すというやっぱりあの,どういうです、ね、あの当時もう1956年になりますとあの木材はですね戦争でみんな焼かれちゃったもんですからあの電車の枕木今セメントですけれども電信柱も今セメントコンクリートになってますあれみんな木だったんですね。 戦後の復興,復興はすべて木がいるということで家を家焼かれた家を建て直したりとか電柱とか電車をレールを引くその枕木も全部木だったものですから木が手に入らない特に船も大きな木を使いますのでそれなるともう鉄の船を作るしかないということで鉄鋼製を始めた1956年そこから今累計で3,000隻約2972隻。 作っておりますが、まあ、そんなことで鉄鋼製を作り出して始めたのが1956年ということで実際の創業というよりは鉄の船を作り出してから六十数年というのが本当の歴史かなと思いますがそこからこのように丸亀香川県の丸亀に進出してみたりとか、えー、各造船所島の方のこれ島並海道沿いにたまたま 橋が開通する前からですね、いろんな造船所、不、え、況、ー、とともにです、ね、厳しいので、なんとか、えー、面倒を見てくださいよと言われまして、私どもはあの厳しくなった造船所に対して、その,その造船所の雇用をキープしてです、ね、リストラすることなく、系列化をしていって、今、えー、全部で10工場ですね、えー、10個の造船所、この緑色と、この大々色のところですね、10個の工場。 を今この瀬戸内県域で持っておりますであとはちょっと関連なサプライするところ一応支援工場もありますけれども、まあ、そんなことで今やっておりまして今の2023年になったということであとまた2020の日本シップヤーという会社ですこれは私どもが世界日本の35%を作っておりますけれどもあそれは次のスライドかなはい。 いうのは、えー、2021年非常に不況の時にです、ね、先ほどに言ったコンテナ船を作るあの,あの大きなコンテナ船を半年間で6隻、えー、出さないとです、ね、世界のマークやトについていけないいわゆる国際入札に入れないのは1年間であれだけの大きなコンテナ船は10隻作るかもしくは 半年で6隻とかそれだけのキャパシティを持った造船者じゃないと国際天台に入れないというそういう意味でもしこのあの不況の時にですねあの,あ,あの大きなコンテナ船日本の船会社がですねあれだけのメガコンテナ船を韓国中国に発注してしまったら日本の造船業は終わるということで 私ども、えー、業界2位の JMU、私どもが35%、15%の業界第2位の JMU さんの声をかけてです、ね、一緒に共同受注しませんかというのが始まりました。でそうこうしていると、半年後には、えー、いや、共同受注しましょうと言って始めたんですけれども、ついに、まあ、資本業務提携しまして、これからはやはり業界1と2がけ喧嘩し合うんじゃなくて、競い合うんじゃなくて、世界との競争なので、業界1と2でですね、 営業設計を含めてですね営業設計会社を統合してですね私どもが250人 JM さんは250人500人の設計と営業部隊をですね、えー、を,を,を用意して会社を作ったのがこの日本シップヤードという会社になっていますですから、えー、詳細設計の方は確かに各造船所やりますけれどもそれはあの開発からマーケティングから全ておいて1社で日本出発で今やって 累計で今400隻この3年間で400トの自治を果たすことができましたえ今こちらが総トン数というのはですね大体船の溶石の計算指数と思っていただきいいと思いますが当然中国は国営の造船所がね大合併をしまして当然中国はこれをうにして970万総トンの船を作っていますその次が韓国のヒュンダイグループですね ここれだけの規模を持っているということうで次はあのサムソン電子の関連会社でサムソン重工業トップ3があ韓,韓国のトップ3がありましてあ3というのはもう一つ大雨造船の今、えー、化学品会社に買われちゃったんですよンフということで。 1> 1 2黄色が韓国の造船所、その中において赤が中国の造船所ですか。で私どもがこの350万トンということで、今は造船グループとして、えー、まあ6番目になっておりますが、ここの JMU と合わせますと、出てない、えー、ームやは350だ万トンぐらい、両方で500万トンにはグループとしてはなりますので、まあ、日本のシェアは50%になりますので。 350と150を足すと500万相トンというのはまあまあ世界のまあこれでン9近いものを今作っております。あ,あこれちょうどあります百五十万です150万相トンと350万と一緒になりますと世界の500万相トンは一緒に営業設計をしておるということで一応そこのスケールメリットを生かしてですね、まあ、世界とキャッチアップしていきたいと思っております。 でえー、私どもの強みというのは、えー、やはり単位同じ,同じ種類を標準化して日本の,あのメーカーの強いところはすぐに標準化してです、ね、同じものを大量に作るということに対して得てますけども。 それ,はそれでそれと効率がいいんですけども世界の需要のマーケットの変化についていけないということで私どもは少しその無駄なことをしているように見えますけどもすべての船が作れということで船のデパートを目指しているということで先ほど申し上げましたように鉄鉱石石炭を運ぶ船もあればこれチップ船といいまして紙の原料のウッドチップですねを運ぶ船。 愛媛県に、ね、も大王製紙さんとかあの丸住製紙さんとかありますけどもそういうふうなチップ船を作ってみたりとかヨ <coughs> タさんとか松田さんの運ぶ船自動車運搬船を作ってみたりとかこれは原油タンカーですね30万トンの原油タンカーを作ってみたりとか、まあ、当然な内航のフェリーも作ってみたりとかこれはロールオンロールオフといって,ってトレーラーシャーシを運ぶ船ですけどそういうのを作ってみたりとかいろんな船を作ろうとしてやっております。あれ ガスに入ってないじゃんこれ次のあるそれでまあ先ほど申し上げたようにあのこれは世界最大の船を作ったシップ・オブザイ剤を取りましたけど2017年にもこれはこれ2万個積みですこれ2万4000個でこちら2万個積みのコンテナも作りましたしあ,あとはここはちょっと風力抵抗をですねあの当時ちょっと海賊が出たりあのソマリアの方で海賊出たりするものですから。 あの普通はこうやって外階段とかいっぱいあるんですけどそれを階段を外階段に上して海賊上がってこれないようにしてまたスリムに作って風力抵抗を軽減した船ということでそういうあのハウスを作ったということでいこちらは内航なんですけど普通あの内航のフェリーはですね2機2軸と言いましてエンジンがあの1台もし壊れた場合お客さんの安全を考えたら常に2台持たなきゃいけないんですけども。 これを1機にしましまたその代わり1機のエンジンがもし壊れた場合は発電機エンジンを積んでまして電気推進で近くの港まで行けるそういうふうなことをして1機一軸当然日本のプロペラとか 2, 本2機のエンジンよりは <coughs> 1機のエンジンとか燃費が良くなるので経済効率が上がった上で安全性も高めた船ということで、えー、執法対応にも抱えております。 あこれが先ほど言いました、えー、昨年、下で変えた船が2万4000個積みでございますが <coughs> 長さ400メートル幅61メートルあります、まあ、これだけの、あのー、速力も持ってますし <coughs> 風力抵抗もしまして、約 <coughs> 従来型に比べますと60%の CO2 削減でき、いわゆる燃費が60%改善できたらしい、これもあ次のビデオありますから、ね。次のやつか あないかまああれだけの、えー、やはり、えー、どういう意味ですかねあの運送効率を上げるためには船というのは飛行機とか、えー、列車と違ってですね全ての重量を海の浮力に浮かべますのでこ,うこの荷物の重さを対するカロリーはつかなくていいんですね単純に横移動だけのエネルギーだけで済むということで船が一番、えー、環境の優しいものだということでそうすると今度はどん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 大型化していくと。 2万4000個ですから、このすべてのカロリーを2万4000個で割れば、1TU 当たり、だからコンテナ1個当たりの CO2 排出量が60%以上削減できるという、いわゆる大型か大型かどんどんすればいいんですけど、まあ、おそらくこの400メートルが港の制限と,、まあ、とスエズ運河とかいろいろ運河もありますが、そういうのを含めまして、まあ、最大線形、ここまでがマックスの大きさと考えております。これ以上大きくするといいろろんんなな安全性のいろんな意味でも 出てくると思いますので、まあ、これが今過去最大であるし今後もこれ,これ以上大きいのはなかなかできないんじゃないかなと思っておりますはいさ、えー、あそれでは今度4番目のテーマにありますが脱炭素の取り組みということでさせてもらいます先ほど申し上げたようにこれが単純に世界の CO2 排出量 日本は化石国と言われている、化石対象をよくもらうと言いますけど一番多く使用する、ここで言っていいかどうかわ、ね、か、まあ、これは事実ですので、ねえー、世界の28%の使用するのは中国、その次がアメリカです、14%です。EU も9.4%で、日本はたった3.2%なのに、排出すると言われますけれども、そういう意味でいくと、われわれは国際海運、いわゆる船で運んでいる使用するのは2.1%、これも大変なもんだとよく言われていますけれども。 2.1%で世界の99%の荷物をトレードしている中において飛行機はたった数,、ね、数百万人しか運ばないのに世界の1.8排出しているんですね、まあ、そんなことで6億トンです船は10万,隻の10万隻の船の排出量が、えー、7億トン、えー、国際飛行機はおそらく3万4千機3万機ぐらいで3万機あって6億トン排出するという日本船は10万隻あります。 そういういことでそのカロリー計算のここに書いてますように1トンに対して、えー、これは、えー、あの思想で言くと1トンあたりに運ぶフリーシー走るもし3とすればですねトラックは80ですか約、えーどうですかね、20倍ですか20倍が30倍近くなります飛行機は3に対して403。 すべてのものを浮かべ空中に浮かしてマッハ0.8で飛ばすわけですからそれはむちゃくちゃなカロリー使ってるのをこう見られたようにやはりあの、まあ、国際線に乗るのはいいんでしょうけど国内では極力新幹線の方がいいかなと思います <laughs>、はい、えそれで我々そ今の国際会話たった 2.3%3.1% ーーしか排出してないんですけどもそれでも やっぱり2050年に実質ゼロにしなさいというこれはコミットをして,ししておりますそういう意味でいくと我々今やってるのは2008年の排出基準にして今20%か30%ですから私どもが今作ってる船がですね大型化によ,化によったということでいろいろ技術革新によって今の化石燃料で大体は30%から40%の排出は削減はできます。しかしか やっぱ2005年に向かってゼロカーボンの燃料を高かないといけないというそれのミッションにどうこれからやっていくかということになりますので、まあ、これを本当にやろうとすると今のようなむちゃくちゃな需要が出てくるということで増産者はいくら作っても作りきれないような需要が来るという理論的には来ますこれが本当にゼロをしないといけないなるとただその技術についてこれから説明したいと思っております。 あ先ほど、ちょっと早くてやってしまいましたけれども、いわゆる線形の最適化。これはもう、常に、私どもは、一年に一パーでも二パーでもですね。良くなることをやっていくと、十年経つと地味なことをいつもやってますけれども。うちの設計もよく頑張ってくれてるんですけども、そこは一年に、ね、もう二年に1。一パーでもいいからやってくれた。ら十年経つと十パー削減できるとか、そういうことの最適化の省エネ化は、常に我々はやっております。 一番簡単なのはこ大型化による輸送効率これの CO2 ダウンはできることありますけれどももうこの大型化も,もう限度が来ておりますで、えー、あとはあのー、浮力に任せて走ってますので、あのー、要は卓球部屋さんのように翌日配送をやめて2日後とか3日後の配送にして低速化すると省エネができるということでこちらを今低速運行によるです、ね、経済スピードに持って CO2 削減にやっております。 で最後は年、ね、齢。この今4番がこれからテーマになると思います。あこれ私でも、えー、今の1番、2番、3番もするためにはこのように、えー、2018年に40年ぶりに水素実験棟を作りまして、えー、6メートルぐらいの模型をですね作って、ここ走らして船体抵抗を確認するという。 まあ基本的に船の船形も、ね、CFD と言いましてコンピューター解析によって200通りぐらい作りますそのうちの一番いい効率の2000系ぐらいをです、ね、モデルシップ作って確認運転をここでするというそこでもってデータでもって解析していくというこちらは今度は逆にいろんな波を起こして波による動揺とかですねあの海口して船,船体抵抗を調べるという意味でこれは角型水素。こちらは 長いプールで212メートル長いプールでずっと200メートル走らせてですね性能を見るというそういう実験棟を、えー、2018年に40年ぶりに我々は自分でこう丸亀香川県の丸亀で持っておりますで先ほど冒頭が申し上げたように昔2008年頃ですと、えー、のを作ったのがこの当時世界最大級のコンテナさん8500メートルコンテナさんですけども 2010年以降1万個1万2千個1万4千個で2万個2万4千個いきましたけれどもこのスケールメリットによって、えー、約70この2008年当時に比べるとコンテナ1個当たりによって77%の使用2削減できているというそういうふうな、えー、大型化によってですねあ,のあとはこの流体の線形を改善してですねこの風,力風,力風力抵抗も軽減してですね それでこれだけの技術が進歩したということでこれは化石燃料しかたいておりませんけれども77%要は昔の船を十数年経った船よりはですね今の船の方が40%から70%燃費が改善できるということでリプレースだけでもですね環境に寄与しているということが言いたいのがこのデータでございます。 それと2019年から作り出しましたけれどもやっぱりトランジションと言いましてゼロカーボンじゃなくて CO2 が約20%削減できるのが LNG 燃料です。これによって20%削減できるということで今ヨーロッパの港に入る時はですねあのそういうふうな環境に優しい船を作んないとですね港に入れてくれないという事情になりまして特にトヨタさんとか皆さん自動車会社さんは皆これ 一辺に7000台運ぶ船なんですけどもそちらの船はエネルギーで走れる船ということで、えー、我々2019年に進行しましたけども今この船が2028年まで約15隻発注弾をまあ持っておりますけどもこのように中にですねエネルギータンクを一番入れています今この,このタンクをです、ね、中国から輸入してたんですけども まああの納期が当てにならないと値段が急に上がったりするので今これをタンクを今丸亀で自分たちで今作っております、まあ、そんなことでこの船を今連続で今あの作っておりますのでこれが一度に7000台運ぶ船ですあ あそ,うそういうことを今内政化をしてやっておりますということとあと本当のゼロカーボンもこのようにアンモニアを,を積む船ということで今2027年の竣工を目指してですね、えー、供給の方はアンモニア供給インフラの方は伊藤忠商事さんされるということでこの船のオーナーとして伊藤忠商事さんと n s ユ n i t e というまあ シンリッツさんのロジスティックの会社なんですけど、川崎センスさん、3社が共同保有して、ですねこの船をやるから、うちにやってくれと今言われております。今、現実に今設計の方に入っております。ただし、まだまだアンモニアというのは、これだけでは燃えないんですね。ですから、除年,年燃料ということで、一部やはりミキシングしないといけないという、その調整とかいうことで、まだエンジンが。 まだ開発途中であるということで,です、ね、あのセンターの設計の方も少し遅れが出ておりますけれども、1、まあ、つとしてはこのゼロカーボンのアンモニア燃料線と、とあと、えー、今度あの、先週ちょっと発表させてもらいましたけれども、今度は、 あのちょっと今水素の方はちょっとの私もやってないんですけども、えー、じゃあ今度は出てきた CO2 をどうするんだということで,ですそれを液化してですね、えー、東南アジアとかヨーロッあのオーストラリアの方に逆に岩清水とか海底に持っていこうということでですねそういうことを、えー、リキッド CO2 ですからこれから電力会社鉄鋼メーカーが出てきた CO2 をです、ね、リキッドにして。 今トマコの沖で,です、ね、あの実証しておりますねそこの海底に入れてですね中に30万リットルが30万トン三十万トンが一応中に入れて今そこから漏れがないか今検査しているというのを苫小牧の方でも今や実証を日本も政府もやっておりますがそれを私どもが三菱造船ですから、えー、昔の三菱重工さんの設計エンジニア会社と三菱造船さんと我々の設計が組んでですね えー、この船をです、ね、これから作ってここうこれが今、えー、まだこの LCO2 はですねまだ世界標準がまだできておりませんこれを今まではこの NG とかですねそのアンモニアでですねいろんな意味で他の国もどんどんやっておりますけどもこの LCO2 はまだやってないということなんで。 こちらの方の開発を急いで,です、ね、日本で世界標準を作ってやろうかなというのを今一緒に提携してやろうということでこれは造船所と白用メーカーさんに一緒にコラボしてですねオールジャパンでやっていきたいという意味でちょっと先週マスコミに発表させてもらいましたあと片一方でこれはあの3年前に出資させてもらったんですけれどもパワー X という会社がですねこの電気のバッテリーコンテナにバッテリーを詰めてですね 洋上風力とかですね、えー、がこれがどんどん日本に出てくるだとしたら送電線を送電ケーブルを敷設するよりもそれを船でバッテリーで充電して日本に持って帰った方がいいんじゃないかということでその意味で電気運搬船で今開発中でありましてそれを我々がリーディングインベスターとして今こうそちらに出資してですね今設計をしておりますけどなかなかまだこの電池の技術をですねあの確立するところで今陸上の方がいいんですけどの。 船の方に提案するルール作りの方をですね、今一緒にやっているところでございます、えー。あ、これは先ほど申し上げましたようにこのようにあの内製化をあの、えー、香川県の多度津工場のところで今これ作っておりますけれども、どうしてもあのこの中で我々もやっていております。これは言っとかしていいです、ね。 うん、あ今のちょっとコンソーシアムの話ですとアンモニアについてはこのように川崎ンさん伊藤忠さんでやっておりますということとエンジンの方はですねデンマークにあるマンビアンダブルということで三井造船さんのエンジンで今このエンジンを入れてしようということでこの今の開発がちょっと遅れてるところがありまして、えー、納期がちょっとずれてくるということがありますけれどもそれでも、えー、まあとにかくやっていかないかということで我々も一生懸命やろうとしてますけど一番の問題は。 年収に30女性がけ滑ると、あこれ、NSO ですね、えー、っと、ちょっと毒性がちょっとあるので、そこが一番安全基準を一番、えー、大事でクリアすることがです、ね、これからの課題かな、あこれですね、人体の影響がありますので、ここをやはり安全システムの構築というのが一番重大な課題かなと、我々は思っております。 これはもうあのいわゆるカーボンカプチャーといいましてそういう CO2 をリキッとしてそれを船で運んでこう埋葬するというそういう技術で今このようなコンソーシアムを組んだということを先週発表させてもらいました私ももうあのまあ何か見えましたよう、ね、に三菱重工さんとか石川島播磨さんとか三井蔵さんとかあら,あらゆる当時で言うと 大手造船メーカーにの一角でしけ、その下、下の小さな木造船を作った造船所がまさか。これだけの大きな会社とですね、このコンソーシアム組めるなんて、夢にも思ってなかったですけれども。夢は実現すると思います。<laughs> まあ、そういうこと言いたかったです。あ、今のーパワーエックスさんの話を、今ちょっとさせてもらいますが。今。 ちょうど陸上の方のあのこの分店のほうを、蓄電の方を、ね、今、今、生産がよっと始まった頃でございまして、そこから船の方の転用もこれから考えているところでございます。大学はい。私もいや愛媛大学さんにごさすがあってやったのは、もともとは平成21年から順位化してですね、大学院の方で寄付講座をずっとしておりました。 これあの私も言うと30万トンの単価で長さ330メートル船が松山町の下にあってこういうふうなことを学生にお見せしましてですねうちは大きいぜということでですねこの寄付口座を設けまして、えー、今、全部で何人ぐらい言いましたかね寄付口座の方もうちの社員になってくれてますし実は愛媛大学さんおかげさまでうち1950人従業員いるんですけれども今、数えてみましたら124人。 124名の方があの愛媛大学出身で入っていただいているということで、あのあのうちにはそういう大きなあのそういう学罰みたいなのを作,作ってはないんですけれども、今日のために資料をって、なんと愛媛大学さん大変お世話になっている方が、124名の方がうちの従業員におるということはありがたい話でございますが、まあ、この給付口座に対してです、ねまあ、これだけのあのしてますよということで、あと工学センター今度は。 大学院だけじゃなくて今度は学部にも授業に入れて来これないかということで、ですね今、船舶海洋工学センターをさせていただいて、ですねこのようなことでして、あと、私もあの造船海洋学科が取っている大阪大学、九州大学とも連携をして、ですね寄付講座をしてみたり、大阪府立大学、今は大阪公立大学というんですけども、そこでもあ寄付講座をやっておりました。ととといいうううこここででな まあ関西の方にあに白陽さが多いように大学の方とはいろんな意味で提携とかしてな何とか我々のようなこれから今見せたような脱炭素に向かったことに向けばですねまだまだ我々成長産業と思っておりますのでそういう人たちが来てもらおうと思ってですねあの今、大学の方にもこういうようなことで共同勤務させてもらっております。 あ,あとは SDG のームもやってるという宣伝をさせてもらいましたけど、まあえー、2年に1回です、ね、今治で開示店をやってるということでその中は2023年、えー、昨年もやりましたしこういう工場見学会とかあとは FC 今治のほうもスポンサーさせてもらっております <laughs>、はい、あとはあメガソーラですねえあの2013年に、えー えー、愛媛県と香川県の方にいろんな、えっと、で私も,もう愛媛県のゴルフ場をちょっと1個もう潰しまして、ですねこれ、その分33メガのメガソーラーをやったりとか、ですねそんなことして環境にも頑張っておりますということをっ書いているところでいざいますで、えー、皆さんへの、ね、期待ということで、造船業は脱炭素に向け新燃料対応を求めるものの、どの燃料が主流になるかはまだ決まっておりません。 ただ我々はあらゆる可能性を追いかける必要があ,るあります。そのために各、えー、燃料を採用する場合においても安全性燃料供給タンク等の技術要素が多く数おります。将来の新能線需要はおそこがたいですけれども日本の労働人口まで2050年のカーボンニュートンをってたくさんのゼロエム線を建造する必要があります。造船それが誰が作るかということになりますがなんとか我々も日本でやそれをやりたいなということで思っておりますのでただ まあいろんな意味でまた AI の進化によって今の人手不足をですねロボット技術とかですねいろんな技術を作ってあの船も同じように 3D で設計しております今 3D のデータを入れてですね いわゆる自動データを頭に入れたものがです、ね、入ってロボットを設置すると自動的に動いて溶出してもらうというそういう機械を今あの開発中でございますそれはおそらく今年中に実際が出るということでそういうことで一個一個の AI を持ったです、ね、ロボットも溶出ロボットも入れていこうというやっております。ただ まあ私どもも造船業、特殊というんですかね、なかなか造船業のイメージがですね、なかなか理解できないこともありますけども、ただここで申し上げたいのは、いろんな意味で全ての世界標準を作るチャンスがあるということで、多分 IT はもう何をもしようとしても、アメリカが全部取ろうとして、政治的にまあいろんなことをしようとしてますけども、造船はアメリカはやっておりません、あのヨーロッパも作っていません。いわゆる IT とか金融ファイナンスとか、いろんな意味では、 欧米が主流であって絶対にこれは絶対に譲らないと思いますので日本が開発してもどこかで潰されと思いますけども造船は世界の日本と中国と韓国で世界の90%はアジアが作っています。ということはアジアの名手になればですねそこはまだまだ我々はまだ可能性があるんじゃないかなと欧米よりも先んじてですね他の技術でやれば その皆さんの知恵を集めてやれば、ですね造船だけはアジア一になればですね世界一になれるという、そういう意味であの技術で世界一になりたいと思うので、こういう機械交換があっても、きょう、迫って、もし魅力ある産業でまだゲームチェンジできるチャンスがあるので、ぜひこういう機会にです、ね、造船にも興味を持っていただいたらと思います。よろしししくおりまままますす以上簡単でございいがもたたどうあ どうもありがとうございます。あのまだまだお話し伺いたい方いらっしゃるかと思いますが、あのお時間ですので、えー、こちらで終わらせていただきます。えー、それではあの飛行士様もう一度拍手でお願いします。